Hey there, how you doing? It's Yumi from English Bootcamp. 皆さん、こんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、難しい発音の固有名詞っていうシリーズでですね、前回動物の名前をやったんですけれども、今度は固有名詞、国名、都市名っていうのをね、やってみたいと思います。で、まあ、都市名とかね、国名ってやっぱり意外と難しいので、で、主要な都市だったり、まあ、ご自身がよく行くような、関係しているような、こう、場所の名前っていうのは、正確に発音できるようにした方がいいと思うので、ちょっと練習してみたらどうかなと思います。で、今日取り上げるのは、まずね、英語圏の国名、都市名っていうのに絞りたいと思います。で、この、海外のね、都市の名前とか国の名前って全部カタカナになってるので、なってないのって、まあ、漢字の国だけですよね。中国とか、ね、韓国とか、ね、北朝鮮とか。っていうところは、漢字になってますけれども、なので日本語読みしてますけれども、基本的にあとは全部カタカナになってしまっていて、で、そのカタカナは当然日本語なので、本来の音とは全然違ったりします。近いものもありますけどね。近いのは、その難しくないので取り上げないで、今日はやっぱあくまでも、そのちょっとかけ離れてるもの、もともとの英語の発音と、日本語のカタカナとか随分離れてるなっていうものを取り上げたいと思います。あと、非英語圏っていうのもありますよね。ヨーロッパとか、まあ、中南米とかアフリカとか、英語じゃない国の国名っていうのももちろんありますよね。で、それは、本来のその国の言葉の音が、まあ、日本語というかカタカナになっているパターンも多いので、そうすると、英語読みと随分また違ったりするんですよね。なので、ちょっとね、ややこしいです。で、いっぱいありますけれども、とりあえず今日は、英語圏の都市名っていうのを、で、日本人がちょっと発音しにくいなっていうものを、または勘違いして発音しているものですね。正しいと思って勘違いして発音しているものもあるので、まあ、それをちょっと取り上げたいと思います。まずこの間私が行ってきたロサンゼルスですね。ね、ロサンゼルスとかね、ロスとかって言ったりしますが、これね、もともとロスっていうのは、この LOS っていうのはこう漢詞なんですよね。The と同じです、英語の。で、まあ、スペイン語系の名前なので、こう、ロスプリモスとかね。なんか昔ありましたよね。なんかムード歌謡のグループにね。ごめんなさいね。古い話で。そのロスです。ロスインディオスとかいたでしょ？若い人知らないと思いますけれども、あの辺のロスっていうのは全部ザです。ザですね。で、ロサンジェルスのロスもザです。で、アンジェルスはエンジョーのことです。天使です。ね、The Angel ってことです。天使の街なんですね。で、ロセンっていうふうに、これ S と、次の母音がつながってるので、ロスアンジェルスではなくて、ロセンっていうふうにつながりますね。で、ロサンジェルス、最後の L は発音します。ダーク L じゃないです。これね、多くの日本人が間違えて発音してるんですが、ロサンジェルスみたいに、ロサンジェルスっていう人がとても多いですが、最後の L、発音してください。ロサンジェルス、ジェルス、ラ、ラです。ジェルス、ジェルスっていうふうに、L はダーク L じゃないです。ロサンジェルス、ロサンジェルスですね。で、ちなみにですね、イギリス人はロサンジェルスのことをロサンジェリースっていうふうに発音します。リースって伸ばします。ロサンジェリースって言ってる人はイギリスの人だなっていうのがわかります。アメリカ英語では伸ばさないです。ロサンジェルス、ジェルス、ジェルス。jealous ですね。ちょっと、ジェラシーというか、羨ましいとかっていう時の jealous と同じです。Los Angeles ですね。じゃあ今度は、東海岸に行きましょう。ニューヨークですね。で、これもね、多くの人がニューヨーク、ニューヨークっていうふうに発音するんですよね。ニューヨークではなくて、ニューヨークっていうふうに、ヨーの方にストレスを置いてください。ニューヨーク、ニューヨーク。ニューヨークです。で、ヨークにニューがついていて、新しいヨークってことですね。なので、大阪と新大阪みたいなもんです。ね、で、なので、新の方にストレスを置くとなんか変な感じなので、新大阪みたいになって、新横浜ってちょっと変ですよね。
やっぱり新大阪、新横浜、横浜、大阪の方にストレスが乗るので同じです。ニューヨークではなくてニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨークっていうふうに、ヨーに向かってください。で、ニューではなくてニュー、ニュー、ニュー、ニューって感じです。ニュー、ニュー、ニューヨー、ニューヨー、ニューヨーっていうふうに、つなげてください。ニューヨークって切らない。切っちゃダメです。英語は音が切れません。ニューヨー、ニューヨーっていうふうに、つなげて、そのままヨー。OR の音なので、舌をギューッと引きます。ね。ニューヨーク、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 ですね。で、ニューヨークっていうふうに、ちょっと上に上がる人もいます。ニューヨーク。で、イントネーションはそんなに気にしなくてもまあいいんですけれども、ニューって言わないようにするということがポイントです。ニューじゃなくて、ニュ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 です。ね。ニューヨーク、ニューヨークです。ヨーで、口は丸めて、舌を引きましょう。ニューヨークですね。もう一つ、シアトルですね。これも、シアトルマリナーズとか、シアトル系のね、スターバックスコーヒーとかで、一気にメジャーな、都市名になりましたけれども、シアトルですけれども、シアトルではなくて、シアトルですね。ドー、ドー、TL が来ると、ドー、ドーって音になります。シアトル、シアトル、シアトルです。シアトルじゃないです。シア、あーで、シアーで上がる感じです。シアトル、シアトル、シアトル。シアトルですね。はい。そしたら今度は、イギリスの方に行きたいと思いますね。イギリスの首都ロンドンですね。L ですね。これ気をつけてください。ラ、ラ、舌をギュッと扉を開けるかのように舌で上顎を押してください。ラ、ロンドン、ロンドン、ロンドンじゃないです。デン。でん、でんぐらいね。曖昧母音です。London, London, London, London。ぎゅっと蓋を開けるイメージで押すんですよ、下で。London, London, London, London。どうでしょう？いい感じになりましたか？うん。そしたら今度は、ちょっと、ま、英語圏っていうのはどうかなっていうのもありますけど、ま、英語圏ですね。フィリピンですね。フィリピンの首都です。マニラ。マニラ。ニラ。ニラ。このね、N から L に行くこの下の動きも難しいです。マニラ。マニラ。ニラ。ニラ。ニャッ、ニャッとラ、ラというふうに、下が2回トントンです。マニラ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 。です。ね。マニラではなくて、マニラ。マニラ。マニラ。ですね。タッタンタン、タッタンタンっていうリズムです。もう一つ行きましょう。同じくアジアの国ですね。シンガポールですね。最後、オーととか入ってるんです。シンガポール、ポールですね。オーって、さっきニューヨークと同じくオーととは、口をちょっと丸めて舌をギュッと引きます。シンガポール、シンガポール、シンガポール、シンガポールです。シンガポールにならないようにしてください。シンガポール、シンガポール、シンガポールですね。はい。ちょっと難しいなっていう都市名を全部挙げてきました。で、他にもね、いろいろありますけれども、ちょっとやっぱりこの L、R が入ってくると、日本人、私たちはね、ちょっと苦手っていうのもあるので、この舌の動きですね、L は舌先で、上顎を押すイメージです。下の先を上の歯の裏側にちょっとつけるって思ってると、うになっちゃうので、そうではなくてもうちょっとベタッとつけて、上顎ごとギュッと扉を開けるかのように、ラ、ラ、ラって動かしてください。で、ダークエルの場合は、おっていうね、舌は上につかないですね。おですね。TL が来ると、ドとなります。なかなか難しいですけれども、まあ、たくさん練習することでだんだん慣れていきますので、練習してみてください。で、次回、非英語圏ですね、ヨーロッパとかね、英語じゃない国の名前とか都市の発音っていう、ちょっとメジャーなところを、
取り上げてみたいと思います。何かまたリクエストとかありましたら、このコメント欄にでも書いてくださいね。まあ、全部ちょっと取り上げるのは無理かもしれないですけれども、なるだけお答えしていきたいと思います。Okay, see you next time. Bye!